日本プロバスケットボールリーグ。日本プロバスケットボールリーグは、2005年から2016年まで株式会社日本プロバスケットボールリーグが主催していた日本のプロフェッショナルバスケットボールリーグである。通称は BJ リーグ、BJ リーグ。日本のバスケットボールを活性化することにより、プロフェッショナルかつエンターテイメントあふれるプレーを見せると、共に地域社会におけるスポーツ文化の向上と国際化に貢献することを的としていた。2014から15シーズン及び2015から16シーズンの2シーズンはターキッシュエアラインズとネーミングライツパートナー契約を締結しており、リーグ名はターキッシュエアラインズ BJ リーグ、通称は TK、BJ リーグとなっていた。2016年、ナショナルバスケットボールリーグ、NBL と共に新たに発足するジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、B リーグに統合された。2015から16シーズン参加チーム、東12チーム、西12チーム、計24チーム。2013から14シーズンは21チームが以下のようにカンファレンス分けされた。開催内容及び順位決定方法については、年度別開催内容を参照。内は達成当時の所属と達成日。優勝チームは、次年度、レギュラーシーズン前に開催される、BJ、KBL チャンピオンシップゲームズ出場権を得る。基本的に、FIBA ルールに基づくが、一部 NBA ルールや、BJ リーグ独自のルールを取り入れている。BJ リーグのルールのうち、FIBA ルールと異なるものは、下記の通りである。バスケットボールのルールも参照。なお、太字は2006から2007シーズンから適用されたルールである。ヘルドボール、ダブルファウル等で、両チームどちらか一方がボールを保持している状態と認められた場合、BJ リーグでは球団拡張、エクスパンションを継続的に行っていた。1チームあたりの運営費は1シーズンで2億5000万から3億円であり、プロスポーツリーグとしては新規参入がしやすい。プロ野球独立リーグの運営費の1億から1億5000万円よりはやや高いが、J リーグ J2 の3億から20億円、J1 の15億から70億円、プロ野球の70億から200億円と比べると赤字になっても額が小さいため運営リスクは小さいとも言えるが、地上波全国放送に取り上げられる例が少なく、広告効果も小さい。ただし、地域密着によって、チームの存在が独占媒体となり得るため、地元メディアがある地方の方が、費用対効果が大きい。そのため、三大都市圏よりも地方圏に存在意義があり、新規参入チームが特定の地域に集中しない理由にもなっている。また、サラリーキャップ。2008から2009シーズンは7600万円を導入していため、新規参入の際に収支見込みを作成しやすく、また、既存球団にとっては優勝した次年度に選手年俸総額が高騰して、経営が悪化する事態をあらかじめ防いでいる。当初は大口スポンサーの獲得を前提条件としていたが、景気悪化を受けて条件から外した。2015から16シーズンは、長崎県と石川県が正式に申請を行い、参入が発表された。2015年4月1日に、広島県の参入が発表された。BJ リーグは10周年にあたる2014から15シーズンに24チーム、長期展望としては47チームによるリーグの実現を目指している。一方で、日本協会主導により2013年をめどに BJ と JBL を統合した新プローグの発足を目指していた。これに、先立って日本バスケット協会は BJ リーグ加盟のチーム、選手の協会登録加盟を認める発表をしている。後日参照。BJ リーグ参戦を目指している、あるいは目指していた主な団体は以下の通り。参戦を目指している団体。参戦を目指していた団体、BJ リーグでは参加チームが、経済的な事情やスポンサーの資金不足などで、継続的な参加が困難になった場合に備え、一般社団法人、BJ リーグ公式試合安定開催基金と一般社団法人テンポラリーゲームペレーションの2つの一般社団法人を運営しており、チームの再建や一時的な受け皿運営を支援している。一般社団法人 BJ リーグ公式試合安定開催基金は2009年に設立された。BJ リーグに所属するチームが経営難により今後の公式戦参加が困難になった場合、その対象チームについて、審議の上チームリーグの議決多数決により運営資金を融資することができる。ただし、自社、チーム運営会社内においての基金、拠出金額以内での借り入れについて申請のみで融資を受けることができる場合もある。一般社団法人テンポラリーゲームオペレーションは2012年に設立された。運営会社がシーズン途中で公式戦に参加することが困難となった場合、残りの当該シーズン終了まで運営を継続すること目的としている。あくまでも当該シーズン終了までの運営継続を目的としており、次年度以後についてはその限りではなく、間接的ながら BJ リーグが実質的な運営、管理にあたる。2012年の大分ヒートデビルズの経営破綻に際して設立されているが、大分の救済だけではなく、今後も他チームが同様な事態が発生した場合に備えた受け皿として設立されている。選手はリーグが主催する合同トライアウトに参加の上、その後ドラフト会議やチームトライアウトなどを経て所属球団が決まる。1球団あたりの選手契約人数は15人以内。試合を行うには最低8人用でトライアウト参加資格は16歳以上であり、義務教育家庭在籍者は受験できませんとされている。義務教育小学校に在籍中の学齢超過者はどちらなのかは不明。男女は問わない。JBL、JBL に所属選手の場合、移籍選手リスト、または引退選手リストへの登録、それ以外の社会人選手は所属チームからの登録抹消及び移籍承諾書提出。学生選手は所属する部活動を退部する必要がある。ただしトライアウト参加にあたっての登録抹消及び退部届提出義務はない。2012年からは新人選手契約制度が改定され、公式選手名簿に登録された選手をトライアウトを経ずに各球団ごとに大卒見込み1名、高卒見込み1名まで契約が可能になった。なお、高卒見込み者が名簿登録されるにはプロ志望届提出が義務付けられる。BJ リーグ統一契約書に従い、球団とプロ選手契約を締結する。契約には A 契約と B 契約がある。選手契約の締結と解除については、シーズンオフのドラフト会議後及び選手、契約満了時のみならず、シーズン中の新規契約や契約解除となる場合もある。また、2006年1月からは、アーリーチャレンジ選手制度、現、アーリーエントリーと呼ばれる期間限定の契約も設けられた。シーズン期間中はリーグ内でのトレードや移籍も可能だが、一定期日、レギュラーシーズン 60% 以上消化時点からシーズン終了までを契約凍結期間と定め、その期間は新たに選手契約を結んだり、トレードや移籍を行うことはできない。フリーエージェント制度も設けられており、資格を得た選手はシーズン後 FA 宣言を行った上でリーグ内外のチームに移籍することができる。2008年には育成指定選手制度が創設され、育成指定選手のアーリーチャレンジ契約は凍結期間でも可能である。現在は登録を行う際にリーグ並びに日本バスケットボール協会の登録を経て試合出場が可能になる。BJ リーグの合同トライアウトは、日本人選手のみならず、外国籍選手にも門戸を開放しており、トライアウト受験資格を持っていれば、国籍無関係で受験ができる。日本国内で教育を受けた選手はもちろん、中には韓国から来日して受験する選手もいる。また、日本国内の合同トライアウトとは別に、米国で海外トライアウトを実施している。ウバドル、NBA のマイナーリーグや独立リーグでプレーしていた選手からアメリカの大学を卒業した将来有望なルーキー、そして元 NBA プレイヤーまで様々な選手がプレーするようになった。リーグ発足当初は外国人選手について出場登録、同時出場いずれも自由だったが、2008から09シーズンからは日本人選手育成の観点からアジア外選手の同時出場は3人、アジア人も含めた外国人は4人までとなっている。2010から11シーズンまでは第2級に限り同時出場がアジア外2人、外国人3人となっていた。2012から13シーズンからは外国人選手の同時プレーは第1、第3級は最大2名、第2、第4級は最大3名と改正された。2009から10からは外国人選手も仮保有権が発生している。2010から11からは同時契約も制限がつき、アジア外は5人、アジアは1人までとなっている。BJ リーグでプレーした NBA 在籍経験者、ないは所属年及びチーム、年度表彰である BJ リーグアワードの他に、レギュラーシーズンの週間と月間表彰として、ローソン週間 MVP、月間 MVP、ローソン協賛、2009から10までは、サークル計算クスが設けられている。審判員は、BJ リーグ独自に採用している。2006年より、BJ リーグのビジョンでもある、フェアネス&オープンの実践として、研修審判員制度を利用している。研修審判は、BJ リーグの審判研修会へ参加し、7月のトライアウトと9月からのプレシーズンゲームを経て、正審判となる制度である。16歳以上でバスケットボールのレフリーとなる意思があれば、性別、経験関係なく、誰でも受講可能であり、女性審判も活躍している。なお現在は26名の審判員から構成される。BJ リーグはグローバルなリーグを目指しており、各国のプロリーグと協力関係を築いている。その一つに、東アジア構想があり、第1弾として2006年に韓国、プロバスケ KBL との BJ、KBL チャンピオンシップゲームズを開始。今後は、中国プロバスケクバなどにも広げ、アジアクラブトーナメントへと発展させてゆく。また、将来的には、韓国、中国間で開催されている、オールスターゲームへの参加を目指している。上記以外にも、チームごとでの国際交流に積極的であり、2006年に大阪エベッサは台湾 SBL のチームともプレシーズンゲームを行っているほか、台湾での花蓮国際招待バスケットボールトーナメントにも参加。新潟アルビレックス BB も台湾で開催されたアジアプロバスケットボール招待トーナメントに出場。審判員も BJ リーグから清水宏が参加している。富山グラウジーズも台湾の白煙建築と毎年プレシーズンゲームを行っている。2006年の世界選手権開催時には NBA とユーロリーグそれぞれの代表と交流について話し合った。ユーロリーグファイナル4にはコミッショナーの川内俊光も招待され、2008年には浜松東三河フェニックスがユーロリーグ出場歴のある MBC ディナモモスクワとプレシーズンを実施。以降もユーロリーグとのフレンドシップゲームが開催される予定である。2007年には大分ヒートデビルズの株主の一つであるビンスロールが経営するパロベルデホールディングズとオフィシャルパートナー契約を結び BJ インターナショナルを設立。米国とのパイプ構築を目指している。BJ リーグは他のプロスポーツなどとの連携で互いの競技の活性化を図っている。また、クラブ単位で同一地域のプロスポーツチームなどと連携しているケースも多く、以下はその例である。となっている、新潟県域局の FM ポート、新潟県民 FM 放送で、新潟線、コミュニティ FM の FM 高松で、高松線を適宜中継している。なお FM 高松は、高松ケーブルテレビのコミュニティチャンネルを通じて同放送している。試合音声は FM 高松との同時放送で、映像は高松ケーブルテレビの撮影。2011年2月12日より沖縄県域局のラジオ沖縄が沖縄戦の日本プロバスケ史上初となる全ホームゲーム制中継を実施することが決まった。中継タイトルは、キングスコーツサイドライブ。バスケットボールジャパン TV で全試合を配信している。2007から2008シーズンのみライブは無料配信されていた。現在はライブと VOD、録画試合を有料配信している。BJ リーグは日本協会から独立して発足したリーグであり、課題も多く存在する。BJ リーグは日本協会、JABA から2チームが脱退して発足されたプロリーグである。トヨタやアイシンなど JBL チームの一部は BJ の選手と一切接触してはいけないという規律もある。またトップ選手の一部はたとえそれまで付き合いがあったとしても一切の交流を断絶し、手紙やメールへの返信はおろか、年賀状すら受け取りを拒否して送り返すという行動もとっている。さらに、青山学院大など一部名門大学では、BJ リーグのトライアウトを受けた選手に除籍処分を下す方針も打ち出していた。ところが、2006年バスケットボール世界選手権に橋を発した JABA の混乱が続いたことにより、2008年に反 BJ リーグの姿勢をとっていた多くの役員が辞任。新執行部に刷新されてからは、BJ リーグとの関係正常化に対して前向きな姿勢を見せているが、解決するべき問題はまだ少なくない。しかし、大分国体には大分と福岡から選手を派遣しており、関係正常化へ少なくとも前進したとみられる。また、日本協会傘下の日本バスケットボールリーグ、JBL の民明文也理事長より、BJ リーグとの提携を模索中であることが明らかにされた。チーム運営や外国人登録などハードルは多いものの、BJ と JBL の間での交流戦やオールスター開催などが構想として練られており、11月12日に検討委員会が設置された。BJ リーグの川内俊光コミッショナーは、JBL に転籍したいチームがあれば、JBL への転籍を認めると発言しているが、BJ リーグのチームが JBL に転籍したケースはなく、逆に OSG フェニックスが浜松、東三河フェニックスとチーム名を変更して BJ リーグに転籍している。2013年秋のナショナルバスケットボールリーグ発足に際しては千葉ジェッツが BJ リーグから NBL に参加した。また浜松、東三河フェニックスの中村和夫ヘッドコーチは BJ リーグか日本代表が選ばれないのはおかしいと発言している。2008年以降、全国高等学校バスケットボール選抜優勝、大会、ウィンターカップゲスト解説に、BJ リーグ現役選手を招いたり、2009年のフジテレビ月9ドラマ、ブザービート崖っぷちのヒーローに JBL、BJ リーグ双方の選手が出演することになるなど、一連の協力関係が築かれている。2009年10月には、BJ リーグ所属球団と選手の協会登録を認める方向が確認され、早ければ2010年アジア競技大会で BJ リーグ選手からの日本代表の誕生や2011年、オールジャパンの BJ リーグ球団参加の可能性が出ることになった。2009から10シーズン開始を前に BJ リーグのチームの主力選手が JBL に移籍する傾向も見られる。2010年3月、BJ リーグは正式に JABA 理事会より承認され、チームと選手の JABA への加盟手続きが進められることとなった。2009から10シーズンより、京都バスケットボール協会から主催試合の協賛を受けている京都ハンナリーズなど、チーム所在地の地方協会と主催試合やイベントの開催などで協力関係を築いている BJ リーグチームは多数存在する。2013年12月、国際バスケットボール連盟、FIBA が JABA に対し、国内統治能力、ガバナンスの欠如を指摘し、改革を求めた際、その指摘に含まれる問題の一つとして、国内リーグ構造がピラミッド構造になっておらず、BJ リーグと NBL2 つのリーグが並存状態になっていることを挙げ、すべての問題の解決期限を2014年10月末と定めた。こうした勧告がなされたのは、JABA は2020年東京夏季オリンピックの開催に際して選手強化の一環として2016年度をめどとして BJ リーグと NBL との一部リーグ統合を目指していたが JABA と両リーグの3社による議論が進展しなかったためである。また BJ リーグは JABA の認定リーグではあるものの実質は JABA の指揮監督下にない独立したリーグであり、加えて国際大会の競技ルールに準拠しておらず、FIBA の定款、内規に違反していた。このリーグ統合問題を含む、JABA 内部の自主改革協議のため、BJ リーグからは、コミッショナーの川内が、JABA 理事に就任して、会合に参加したが、各方面からの反発により協議は進展しなかったため、結局、FIBA が設定した期限の2014年10月末までに、問題を解決することはできず、11月26日に JABA は FIBA から FIBA 会員資格停止を受けた。これにより、カテゴリーを問わず、日本のチームは、夏季オリンピックや世界選手権やそれらに付随する予選会などを含むすべての国際大会に出場できない事態となった。FIBA は JABA による自主改革は不可能と判断し、日本サッカー協会名誉顧問の川淵三郎をチェアマンに据えた改革チームジャパン2024タスクフォースを発足させ、統合問題への直接介入に乗り出した。タスクフォースでの幾度の協議を経て、新統合トップリーグ、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、通称は B リーグの発足が決定。2016年9月に開幕した。BJ リーグは一部の球団が経営面で苦戦を強いられておりリーグ脱退に至った球団も存在する。ただし、リーグ発足当初に黒字経営だったチームは安定したスポンサーを持つ新潟や大阪などわずかでったが小規模スポンサーを数多く獲得したチーム、地元の支持と支援を取り付けたチームなど黒字化したチーム数は徐々に増えている。経済面での問題は選手の年俸も同様である。NBL のトップ選手は2から3、0円なのに対して、BJ は1、0円に満たない。サラリーキャップが設けられているとはいえ、NBL 企業チームのアマチュア選手と BJ リーグのプロ選手で年俸が逆転している、ねじれ現象が発生している。NBL にもサラリーキャップ制度は存在するが、総額が BJ リーグより多いため1人当たりの取り分も多くなる。加えて、NBL 企業チームの社員選手は、親会社の社員としての身分が保障される一方、BJ リーグは、セカンドキャリアが未整備である。BJ リーグは、登録選手すべてプロ契約のプロリーグであるが、NBL の企業チームと比較して、選手の置かれている環境や条件が劣っているという問題がある。JABA が BJ リーグを公認するまでは、日本代表の資格がなかったこと、現在は BJ の選手も日本代表になれ、元島根の石崎匠が第1号であると、年俸面、これは外国人選手を中心に契約をしている BJ リーグの問題以外に、選手獲得方法も理由として挙げられる。名門大学を卒業予定の即戦力の多くは年内までに NBL チームの内定を受けており、そこから漏れた選手が、BJ リーグトライアウトに流れる経緯にある。しかし、NBL へプロとして入団できなかった選手も、BJ リーグチームと契約を結び、プロ選手としてバスケットボールを続けることができるという魅力がある。NBL 企業チームの社員選手の初任給と、BJ リーグのプロ選手では、BJ リーグのプロ選手の方が、給料は高い場合が多く、しかも大学卒業後に、JBL で、プロとして活躍できる選手は限られており、くすぶっていた才能を発掘するのが BJ リーグの役目となっている。最近は BJ リーグで活躍した選手が NBL のプロ選手として移籍することも多くなった。BJ、KBL チャンピオンシップゲームズは通算で BJ リーグチームの4勝6敗。アウェーでは未勝利であるが、2006年、2010年に得失点差で優勝している。2006年は両チーム優勝。それ以外は KBL チームの優勝。2006年は BJ リーグのチームは外国人3人同時出場か、その後は2人同時出場か。BJ リーグ各球団はそれぞれホームアリーナを指定してホームゲームを行っている。しかし、バスケットボールの試合会場は公営の体育館やアリーナ、コンベンションホールであり、一般市民やスポーツ以外のイベントでの使用も多い。また、大規模アリーナは同じバスケリーグである NBL や下位リーグやプレミアリーグ等のバスケ以外のインドアスーツとの競合もあり、全試合同じ会場になるとは限らない。またホームアリーナは各球団の所有物ではないため、所有する自治体、企業と契約の上で他のイベントと調整して使っている。それゆえ球団と管理団体で調整がつかない事例がある。観客動員が多く見込まれる土日祝日にゲームを開催できない事態が生じている。平日の開催が多いと観客、とりわけ子供、家族連れブースターの来場者数のび悩みが懸念され、選手にとっても変則日程の中での戦いとなる。BJ リーグでは発足当初より外国人選手の出場制限を撤廃してシーズンを行ってきたが、2008から09シーズンよりオンザコート同時出場制限が設けられ、アジア以外の外国人3人までアジア人枠は1人となり、日本人が必ず最低1人は出場するようになった。サラリーキャップが当初より拡大されたことに加え、日本人選手育成を重点に置いた上での制限とされている。しかし、外国人制限を設けることは、日本人選手の出場機会が増える反面、チーム内でのポジション争いや試合でのマッチアップなどでの総力低下につながる恐れがあると、日本人選手中心に指摘している。これは同じく2008から09より、オンザコートが1人に減った JBL や外国人選手を原則的に禁じている WJBL でも同様の指摘を受けている。現に月刊バスケットボール8月号に JBL、BJ リーグをそれぞれ代表する河村拓也、当時リンクとチギブレックス、青木康平、当時東京が顔を合わせたスペシャル対談などでもこの問題に触れている。ただ、世界のプロスポーツを見ても、NBA などの例外はあるものの大半の国、リーグで外国人の制限は存在し、母国の選手より外国人が多く出場するということは少ない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。